歩行者は事故の被害にも遭いやすいため、交通弱者と言われています。対して、車体に守られ、事故の加害者にもなりやすいドライバーは、交通強者と言えるのかもしれません。だからこそ、ドライバーは危険を予測し、事故を回避できるよう努める義務があります。一体なぜ事故は起こっているのか。交通弱者である歩行者をどうすれば守ることができるのか。歩行者や自転車は時に予測のつかない行動をとることがあります。しかし、歩行者や自転車は事故の被害に遭いやすいため、私たちドライバーは交通強者であるという自覚が必要です。